中国四国エリアのウェザーニュースアップデートです。昨日の雨から天気は回復し、今日は各地で穏やかな晴天となりました。ただすっきりとした空にはならず、愛媛県の森本パンダさんからは、なぜかすっきりしない、太陽さん出ていてバッチリなのに空は青空ではなく白く霞んでモヤモヤとしています。黄砂のような感じがするのはパンダだけかなとリポートいただきました。森本パンダさんの言う通り、今日は西から黄砂がやってきていて、そのせいで青空も霞むところが多く見られました。ただこの霞んだ青空も続きません。再び今夜は傘の出番となります。では今夜から明日の天気をお伝えします。今夜遅くまではざっと強い雨、雷や突風の恐れもあるので、お帰りの際は十分な注意が必要です。明日は再び天気は回復します。最新の雨情報は随時サイトで更新しておりますので、お帰り前にピンポイント天気などをチェックして気をつけてお帰りください。それでは、ウェザーニュース。